ドラドラ野球 TV です。今回は又吉投手 FA 論争第3弾。ソフトバンクの人的保障で獲得の可能性がある野手について徹底調査しました。このチャンネルは中日のドラフト候補、若手情報の専門チャンネルです。動画更新の励みになりますので、チャンネル登録よろしくね。今週月曜に FA 宣言した中日不動のセットアッパー又吉投手、移籍先の最有力候補と予想されるソフトバンク。今回は前回の投手編に引き続き野手たちの徹底調査をさせていただきました。先日配信したソフトバンク人的保障対象投手編をまだご覧になっていない方はそちらもご覧くださいませ。さて、前回の動画の際もコメントで又吉投手に出て行ってほしいんかとお叱りを受けましたが、ご理解いただきたいのは、そんな気持ちは一切ないですし、あるわけないでしょとお断りを入れておきます。FA 移籍にマイナスなイメージを持たれている方もいるようですが、トレード含め前向きに捉えていいと思います。選手生命は短いものです。適材適所、最大の評価をしてくれる場所で働くことが、プロ野球界を底上げできると、私は思っております。又吉投手残留が一番の補強ですが、ファンとしてはめったにない人的補償という機会をエンタメしようということで動画にしています。さて、今回はソフトバンクや主人を徹底調査し、なるべくどんな選手なのかをイメージしやすいようにまとめました。野手陣も魅力的な選手ばかりですので、ご自身の予想の参考に最後までしっかりご覧くださいませ。それではレッツラゴー。どやどや。ということで、先日の動画で予想したソフトバンクのプロテクト28人がこちらです。もし又吉投手がソフトバンクに FA 移籍した場合、ここから外れている支配下登録選手を中日は人的保障として獲得することができます。そしてプロテクトから外れると予想される主な野手がこちら。外れるかプロテクトされるか微妙な当落線上の松田選手も含め、野手を今回は紹介していきます。この11人です。実績を残している打者や、期待の若手プロスペクト、中日地元枠の選手もいますので、しっかり見ていきましょい。それでは11人もいるので、一人30秒で超速紹介していくぜー。ワイルドだろー。どやどや。成績表も見ていくので、まずはこちらの数値の紹介です。OPS と呼ばれる数値は打者の得点力を見分けるためのものです。766以上が高打者、700以上が平均と言われています。続いて ISOP と呼ばれる数値は、その打者の純粋な長打力を表す数値。200以上ならならば長打力のある選手と言っていいでしょう。150以上が平均となります。それ以下の場合は長打力がないと判断できます。今回人的保障対象のバッターは2軍で主に活躍している若手も多いです。2軍の成績を見てもどれくらいの選手なのかイメージ湧きづらいかもしれないので、ソフトバンクと同じ2軍のウェスタンリーグ番長、ドラゴンズの石垣選手の成績を参考にしてください。ISOP、OPS に関しては良い数値は赤、平均以上の数値は青で表記しています。石垣選手はここ2年、2軍では平均以上の長打力 ISOP を出していることがわかります。昨年なんかは驚異の OPS を出していますが、1軍の壁には跳ね返されています。少なくとも2軍では圧倒的な成績を残さないと1軍での活躍は難しいかもしれません。といった感じで人的保障の対象野手たちを見ていきましょう。まず白木選手、キャッチャーです。ソフトバンク不動のキャッチャー界選手の後釜として期待される強肩強打のキャッチャー。年齢の近い2019年ドラ2の海の選手とその座を争っています。持ち前の長打力は、鳴りを潜めていますが OPS は、それなりの数字を安定して出せていますね。こちら白木選手の、パワプロ2021パラメータです。わかりやすくイメージしやすいので、参考として見ていきましょう。やはり肩の強さが評価されているようですね。続いては、谷川原選手。キャッチャーですが外野に起用されることが、多いようです。豊橋出身の選手でもあります。日ハム新庄監督も、絶賛する鬼肩が最大の武器。走力、ミート力もあり将来が期待されている選手。こちら谷川原選手のパラメータです。肩の強さとともに足の速さも評価されていますね。続いては松田選手。言わずもがなの日本を代表するサード。
熱い男としてソフトバンクを引っ張るムードメーカーでもあります。岐阜の中京高校出身。ここ2年は打撃が寂しい成績ですが、長打力は一定のものがあります。こちらは松田選手のパラメータです。さすがのお祭り男。さよなら男、初球打ち、体の強さなどが評価される一方、三振や併殺が多い弱点もあるようです。続いては、明石選手。内野ならどこでも守れるユーティリティプレイヤー。盗塁は多くないですが足の速さもある使い勝手のいい選手です。今年は主に代打で使われましたが、パッとしない成績ですね。こちらは明石選手のパラメータです。走力が高く評価されています。がっつり引っ張るプルヒッターのようです。三振はやはり多いみたいですね。どやどや。続いては、増田選手。ボスと松田を期待される若手の元気印。2019年オフに手首の手術をし活躍が遅れています。来年高卒5年目の勝負の年となります。こちらは増田選手のパラメータです。走力と選球眼が評価されていますが、送球が悪いようですね。怪我も多い模様です。続いては、河原田選手。こちらはポスト今宮を期待されるショートストップ。堅実な守備が魅力で、藤本新監督からも名前が上がる期待の19歳。ソフトバンクファンの期待も高いようです。こちらは河原田選手のパラメータです。走力、肩がとても評価され、身体能力は一軍でも通用するかもしれません。河原田選手も怪我は多いようです。続いては、野村選手。日ハム清宮選手の早稲田実業の後輩です。強打を期待される三塁手。高校通算68本の強打力もプロでは壁にぶつかっている印象ですね。こちらは野村選手のパラメータです。肩は評価されていますが、故障からの回復が遅いようでございます。続いては、笹川選手。ポスト柳田を期待されるフィジカルモンスター。背筋なんと300キロ、握力80キロの化け物です。1年目の今年は怪我で実力発揮と配かなかったようですが、未来を期待されるプロスペクト選手です。こちらは笹川選手のパラメータです。一軍で活躍をしていない選手ですが、潜在能力をかなり高く評価されているようで。パワー、走力、肩がいいですね。怪我は多いようです。どやどや。続いては、上林選手。中日の梅津投手、郡司選手の仙台育英の先輩だからか、中日ファンの人気も高い上林選手。走攻守揃った中堅選手のイメージが強いですが2019年の故障以来、打撃成績が急降下。しかしまだまだ26歳。復活を期待したいプレイヤーです。こちらは上林選手のパラメータです。走力、肩はトップクラスの評価ですね。引っ張りが得意なプルヒッター。三振が多いことがやはり弱点ですね。続いては、マサゴ選手。右の柳田の期待を込めて、右板と呼ばれるマサゴ選手。昨年41打席ながら3割超えの打率を記録。今年は一軍での活躍が増え、シーズン序盤は打率3割超え、長打率もチームトップクラスの成績を残すも、交流戦以降は成績が急降下。来年高卒10年目、勝負の年になると思います。こちらはマサゴ選手のパラメータです。走力、肩が高い能力を示しています。三振が多いのを何とかしたいところです。続いては、水谷選手。愛知県出身の長身外野手。お父さんがナイジェリア出身のハーフ。昨年今年と二軍戦で安定した打撃成績を残した高卒4年目の選手。将来トリプルスリーを期待されるプロスペクトです。こちらは水谷選手のパラメータです。一軍で活躍のない選手ですが、走力、肩、パワーが評価されていますね。怪我が多いのを何とかしたいところです。どやどや。皆様、お疲れ様でした。最後にまとめです。こちら花屋、外野で年俸順で並べてみました。正直、豪華すぎる投手陣に比べると、野手陣はこれといった選手が少ない印象です。ドラゴンズ同様、若手の野手陣の伸び悩みが少し感じられ、どこも苦労しているんだなぁと思いました。個人的にはやはりドラフトを終えてのドラゴンズの陣容から考えると外野手、捕手の補強はないのではと思いました。やはり投手から人的保障を取る可能性が高そうかなと思います。と思わせておいて、ソフトバンクさんが投手を集めにプロテクトするならば、有力な野手陣に行くかもしれません。皆さんはどう思いましたか？
ぜひぜひあなたの意見をコメントくださいませ。FA 交渉解禁まで間もなくです。めったにないことなのであだこうだ、皆様で盛り上がりましょう。ご視聴ありがとうございました。グッバーイ。どやどや。